はい、毎日ワンプレイファミリージョッキー。あー、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、ファミリージョッキー始めていきます。ハイスコアがね、現在900点、900点をね、今日は超えたいな。うん、オンリーレースでいきましょう。これね、1日1回なんでね、緊張します。とても緊張します。これね、コメントによるとね、スピードスタミナをね、スピードスタミナが重要らしいんで、うん、ジャンプはね、あまり気にしなくていいよっていう意見があったんで、2枚目のね、どうだかな、やっぱハイテックか、ハイテックプリンスメロンあたりですかね。ハイテック行ってみましょうね、試しにね。スピード3、スタミナ4。行きましょう。新馬戦、芝 1200m。印は黒三角一つですね。新馬戦はね、楽に勝てると思うんで、もうね、3回目のね、プレイなんで、新馬戦は勝ちたいなと。これスピードあったらね、ムチを打たなくてもね、進んでいくということらしいので、ね。ここからね、スパートしましょうよ。ちょっと前の馬が、ね、バッてきてるんで、これは勝ったでしょ。アグリキャップのように飛び出してね、画面の枠から飛び出して、新馬戦圧勝。もう新馬戦のね、コツは使いました。ここで負けることはないな。うん、レコードですね。33秒0。ネクストレース。障害ですね。これがね、ちょっと、ジャンプがね、ゼロなんで、果たして、うまく寄せるでしょうか。障害はね、よし、OK。ちょっと後方からのね、レースを余儀なくされてます。ただね、スピードがあるんでね。スピードスタミナはね、十分にあるんで、うん、まあ、ここはね、アイテム取らないでいきましょう。これは勝てるんじゃないか。ありますよね、障害ね。来た、よし、勝ったね。500万下勝ったよ、やった。これでハイスコア900点を超えるかもしれない。よし、レコード来ました。期待の新馬ハイテック、見てくれこの足、これが関西期待のハイテックだ、みたいな。2000万下条件。芝1600m ね。これ、障害ないんですかね。障害あるのかな。ちょっとゆっくり行こう。ありますね。びっくりした。もう一回ある。もう一回あるとは。1600m はね、障害がね、2つずつあるんで、注意しないといけませんね。多分ね、後半もね、4コーナー回ってからね、2回あると思うんでね。あまりね、後ろから行ってもね、ダメなんで、ここで障害ありますよね。もう1回あると。あー、危ない、バカ。さて、ダメだ、3着だ。あー、難しいな、やっぱり障害、1600m は。ネクストレース、第4レース。初めて第4レースに行きましたね。芝 1600m、障害ありますね。2000万下条件。危ない、後ろから押されたよ。マジで。びっくりした。障害でね、後ろから押したらいけませんよ。命がかかってますからね。アイテムはね、取りたいですよね、積極的に。ちょっと青い星がね、だいぶリードしてますが、これね、内が荒れてるんでね、やばい。危ない。よし、勝った、来たね。よし。今危なかったね、4コーナーの障害ね。さて、竜兵記念、オープンクラスに上がりましたね。芝 2000m。 2000m で障害はないんですかね。
まあ、障害ないということなんでね、竜兵記念勝ちましょうよ。まあ、この辺は軽くね、夢中ってね、アイテム取りたいね。よし、あかんかん、今のは操作ミス。まあでもこれ打ち回ってくれるんでね、これ勝てますよね。よし、勝った。今日は調子いいね。やりました、竜兵記念取りました。 G1 まで来たいね。 G1 まで。オーミーステークスダート 2000m 障害、これ難しそうだな。第6レース、障害の 2000m はね初めてなんで、まあ、障害がどれぐらいあるのか、まあ、覚えていきましょうね。大障害 OK、これは軽くいけるよね。3つあるんだ。あまりね、無知打ったらいけませんよ。ここら辺は辛抱して貯めてね、貯めて貯めて。お、ジャンプ来たな。よし、 OK。 ガッツも来た。第4コーナー、緊張の第4コーナー。まだね、体力あるんで、これ前に行きたくないよね。これはいける、これもいける。来た来た、もう一回あるか。あかん、ゴールだ。やった今日やけに調子いいですね。うん、さてナムコカップ芝 2400m、 これはね障害ないんで、まあスタミナ配分だけね気をつけてね行きましょう。なんだこれ、左回り。あ、距離が長いからね、ね、スタート位置が変わってると。お、星取りたい、ガッツも取りたい。 T は何でしょうね。溜めてね、溜めて溜めて、長距離戦だからね。中段から、3番手、星取りたい。よし、 OK。 スピードも取りたい。よし、 OK。 これ勝ったでしょ、もうスパートしていいんちゃうねえ、これ勝ったんじゃないかな。しぶといなあいつ。よし、 OK。そらそら、よし、今日調子いいな本当に。7レースナムコカップも勝ちました、やりました。さて障害来ましたよ、芝 2400m。 レコード鑑賞、まあ、よくわからないレース名ですけど、ハイテック強いね。ハイテックじゃないか、これなんていう馬だったっけ。障害がね、どの位置にあるのかね。 2400m の障害戦は初めてなんでね、ジャンプ取りたいね。あ、マイナスアイテムもあるんだ。ドクロのねアイテムありましたよね。来たね、危ない。前には行きたくない、そんなに。よし、もう一回ある、やっぱりね。僕ね練習してませんからね、本当に1日ワンプレーしかしてないんで今日やけに調子いいですけど。 T ってなんだろうな。あー、ちょっと取れないね、これスタミナ持つだろうか。うん、なんとか持つと思うんだけど。やれた、今のはミス、今のはミス。あー、これ勝てないね、勝てない勝てない。2着だ。まあ、ネクストステージですね。うん、さて 2800m 高太郎記念障害、これは厳しいかもしれない。あ、地味にね能力が上がってるみたいですね、やっぱりね。成長要素もあると。
まあ後ろから行きましょうね。やっぱりね、あの能力でジャンプの能力はねあまり必要ないかもしれませんね、うん、テクニックでねなんとかなるんで、やっぱりスピード、スタミナね優先ということでね行きますよね。そしてこのね、あのババが荒れたところには足を踏み入れないと。よし、危ない。もう一つあるよねこれね、もう一つある。体力ないね。よし、これ貯めていこう、アイテム取りたいから。なんとかね、ジャンプはいらないんだよな。取ったらよかったかな。星ってなんだろう、これ厳しい。あ、星が体力か。あ、そうなんや、これいけるね。ちょっと厳しいか。何やってんだ、何やってんだ、何やってんだ。あの1着早いな。2着ですね、光太郎記念2着。さて、桜田紋章 3200m 障害、これは長距離だよ。ちょっと前行ったらダメだって、前行ったら危ない。よし、 OKOK、 もう一つある。 OK、 これ貯めていきましょうね。まだある。今日クリアという可能性もありますねこれね、ひょっとしたらね。ちょっと何とか、何か知らないけどね、今日調子いいね。やっぱコツが分かってきた。あ、星取れ、星、今ちょっと集中しないと星取れたよね今のは。ちょっとミスったな、危ない。もう一つある。危ない危ない、戦闘だったらまずい、まずい、戦闘だったら。よし、なんとか超えた。まだある、まだある。これはね体力ないです。星が欲しい、星がね。あの薄茶の帽子やるね。あ、星、あ、ダメダメダメ、取れ取れ。マジかよこれ、体力ないよ、マジですか。なんとか5着、5着で4着か、4着、ちょっと4着、4、入った、4入った。あー、5着だ。これ、ゲームオーバー？ゲームオーバーだ。すごかったね、今回ね、ハイテック2億1300万円。ということでね、ハイスコア更新されました。21,300点。今日はね、ほんと満足いく結果だったんでね。うん。次回ね、もうちょっと進展して G1 レースね、目指しましょう。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。